コンビニ最強電撃使いを目指す VTuber みさかれんとです。今回はね、シザリガを使ってカジュアルバトルに潜っていこうと思います。このシザリガはね、夢特性が適応力ということで、まあ、あの偉大党と同じ特性を持っていて、偉大党の攻撃種族値が112に対して、まあ、シザリガは120ということで、まあね、偉大党より火力のある、まあ、適応力使いということで、まあ、今回は使っていこうと思うんですけど、相手のパーティーがね、まあ、ジャラランガさえ通していければ、勝てると思っているんだけど、これは、海流から行って、ブリモンシザリガーで行こうかな。対戦よろしくお願いします。はい、というわけで、まあ、シザリガーね、素早さ種族値は、まあ、中途半端に遅いので、まあ、トリルアタッカーとして、今回は使っていこうかなと思うんですけど、マンムーか。マンムーはね、もう、タスキ潰しで、神速、打っとけばいいかな。タスキじゃないかもしんないけど、スララ落とし、スララ張り採用してないんだね。珍しい気はするけど、マンムーにつららないのは。じゃあ、つらら落としはあるから、つららはあるんだけど、バリの方がないのは、珍しいな。まあ、とりあえず、マンムーは突破しましたが、まあ、マンムーはシザリガーのカモだからな。あんまり頑張らなくていいんだけど。あんまり頑張らなくていいんだけどな。新速打って、退場かな。まあ、スケールショットね、ここ打たれる分にはね、まあ、トリル展開だから、まあ、何も問題はないんだけど、まあ、ここでテラスを切ってくる。ここでテラス切るってことは、シザリガーの水タイプの一貫性ができるっていうことだから、まあ、こっちとしてはかなりありがたいんだけど、新速で、ああ、硬いっすね。ソウルビート、打ってくるか。はいはいはい。まあ、素早さ上げられる分にはね、全然良い。全抜きされる可能性ってあんのかな？こっから。シザリガーがいる限り、大丈夫だと思うんだけどな。こんだけ削れればさすがにシザリガーで勝つ。さすがに。こんだけ削れれば。シザリガを信じろ。なんなら、畑で落とせるかなって思ったけど、喉スプレー消費してるから、クラブハンマーを当てるしかないわけなんだが、トリル巻きましょうか。さあ、ラスターカノンで弱点ついてきますが、まあ、タスキなので確実にトリルを打つことができると。OK。いや、やっぱ、ブリモンのトリルが一番やりやすいわ。やっぱ、マジックミラーが強すぎて。あ、真空波覚えるんだ。なるほどね。まあ、強いとは思いますが、待って、これさ。真空波でワンチャンやられる？テラス切るつもりなかったけど、真空波打ってくる可能性あるから、テラスクラブハンマー打たざるを得ないんだけど、真空波を受けるために。これさ、さすがに真空波じゃ落ちないよね。これで真空波で落ちたら、ちょっとシザリガーくんってなるけど。はい。あ、まあ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 。おっと。やることやってくれたね。君はさ。悪事で落とせるんだったら悪事でよかった、最初から。
悪事で落とせるんかーい。 B1 段階上がったっ。まあジャラランガに対してあそこまで削れるのは強いのではと思うんだが、これさ適応力消えたからさ、畑で落ちるか微妙なんだよな。さすがに落ちるか、さすがに落ちるよな。抜群だしな。適応力ないとはいえ、さすがに倒してくれよ。OK。よかったよかった。さすがに適応力ないと不安なんだよな。というわけで、対戦ありがとうございました。次の試合へどうぞ。はい、対戦相手が見つかりました。カーソンさんよろしくお願いします。いやー、ちょっと、これは良くないな。なんとも、まあ、伝説キッズと当たってしまいましたが。まあでも、伝説キッズシザリガーでほふればさ、かっこよくないっすか。はい、対戦よろしくお願い。え？待って、これ色違いのミライドンじゃね？相手のトレーナーカード。え、改造ですか？ザシアンから来ると。はい。ちょっと待って。え、改造と当たった？改造に負けてらんねえぞ、おい。じゃれつく。耐えるね、いいね。いや、倒せない。はい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 。もう、改造に負けんのはダメよ。正義の鉄槌を、正義の鉄槌を落とすしかないよな。正義の鉄槌をトリックルーム打ちます。電光石火採用してるかな、それ次第かな。電光石火あるかどうか非常に重要。いやー、さすがに落とし、電光石火やめて、やめてやめてやめて。 OK、 これ落とせるだろ。これで3ターンで2匹倒せばいいから、もう問題はない。これアルセウス・トルネロスだったら勝ち。アルセウス・トルネロス、アルセウス来い、アルセウス来い。アルセウスほふってやるよ。この俺が。アクーラスでお願い。これが正義の鉄槌じゃ！おら！運ゲーすぎる。まあ苦手な相手に対してはね、こういう風にハサミギロチンをすることができると。まあ弾ダメージ食らうのはちょっといただけないが。うわぁ。海流ですか。海流じゃねえわ。海洋画ですか。それは良くないな。まあ、照らす雷だったら、雷、やだな。これ、潮吹き打ってくんない？潮吹きならワンチャン耐えるよ。畑落とす。強っ！正義の鉄槌を下しました。湿った岩、はあ、これちょっとね、もう一戦やるわ。はい、対戦相手が見つかりました。キルリスターさんよろしくお願いします。いやー、ほんとね、僕は水テラスクラブハンマーのね、最大火力をお見せしたい気持ちでいっぱいなんですが、こいつ2連続でクラブハンマー外したせいで、動画没になってるんで、
ちょっと考えていただきたいんですが、どうしよっかな。ブリムオンから行ってもいいな。ブリムオンシザリが行きまして、裏海竜か、もう大ノーズでちまちま攻めていってもいいが、まあ、海竜にするか。速攻で決着つけよう。はい、よろしくお願いします。まあ、これアメパじゃないのにニョロトノいるのがちょっと気になるけど、ニョロトノ、はい、ニョロトノはありがたいが、じゃあ、まあ遠慮なくトリックルーム打ちます。ドアスレー、はいはいはい、いや別にいいですよ。別にいいですが、ドアスレなんて覚えるんだ。まあ、覚えそうだけど。はい。じゃあトリックルーム、最大限まで使わせてもらいますね。ハイドロポンプ。これさ、畑で落とせるかな。まだテラス切らない方がいいよね。やば、そっちのこと考えてる。まだテラス切りたくないんだよな。いや、畑で落とせるでしょ、さすがに。オッケー。やっぱパワーある。ニョロトの割と耐久ある方だから。ああ、湿った岩ありがたい。めちゃくちゃ。雨がいっぱい続くぞ。これはもろたかもしれん。すまんやが。アイロンキルティ。デカヌちゃん、はい。え？てかワンチャンテラス切らなくても、クラブハンマーで落ちない？いや、ラス1ヤバスチャだったら本当にテラス残したいんだよ。いや、これはテラス切らない。あ、猫玉、うわー、トリルターン稼いできた。相手も弾。はぁ、あ。OK。さすがに落ちるよね、OK。まあ、九死か、さすがに無効。さすがにこの九死は無効。まあ、確かに、急所ランクプラス1の効果はあるけど。さあ、ラス1誰？スピードライティ。これさ、決めていいか？本当は水テラスクラブハンマーの火力見せたかったけど、水テラスアクアジェットでも十分なんよ。すまん。サンダース、お命頂戴いたします。トリル切れたからといってね、あ、自ら降らせた雨が、あだとなるということを、教えてやる。こういうこと。ありがとう、ニョロトノ。まあ、おそらくなんだけど、まあ、雨なくても、多分、サンダースぐらいだったら、落としたと思います。というわけで、対戦ありがとうございました。まあ、シザリが、まあ、海洋画に対して畑落とすワンパン取れた時点で、まあ、火力の凄さってのは、分かったと思うけど、にしても、えぐいな。ただ、クラブハンマーじゃなくて、なぜアクアブレイクにしないかっていうと、まあ、ディンルーにね、水テラスアクアブレイク打ったら、普通に耐えられたんすよね。なんで、火力重視でクラブハンマーに変えました。なので、アクアブレイクよりかはクラブハンマーを採用させた方がいいですが、僕のシザリ側はクラブハンマー2連続で外したので、命中安定がいい方はアクアブレイクがおすすめです。というわけで、
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。というわけでバイバーイ。夢に眠る幻が